中島 AT-2 日本航空輸送の中島 AT-2 初期型の特徴である突起符のカウリングを装着している中島 AT-2 は中島飛行機が開発した日本の旅客機満州事変により中国大陸への進出を行った日本であるが日本と中国大陸との航空連絡時間の短縮の要望を答えるべくまた 満州航空の要求もあり、1934年末から大田工場でのダグラス DC-2 国産化と並行して設計が始まった。設計主務者が DC-2 国産化の責任者でもあった中島の技師、秋川清だったためかエアリアルトランスポートのつもりであった。略称の AT は、いつの間にか明川トランスポートの略だと思われていたという。 当時の日本には中型旅客機のノウハウがなかったため、設計にあたっては DC-2 やボーイング247、ノースロップに e クラークがマイナス43の機体構造が多いに取り入れられていた。当初案の AT-1 は図面だけで終わり、ついで設計された AT-2 が試作され、1936年9月12日に初飛行。 9月25日に飛行検査を終え、数日後には満州国に空輸された。機体は同時期のアメリカ製輸送機を参考に設計されたため、寸法は DC-2 を少し小さくした数値となっており、構造は外翼はノースロップにいい、他の箇所は DC-2 を参考にしている。しかし DC-2 の操舵機構に、 改善の余地があると分析した秋川によって、尾翼面積と舵面比率が DC- によりも少なめになっている。また、胴体顔面は角型で、風防や機種の形状も独自の特徴的なものであった。特にボーイング247と逆向きに傾斜をかけた操縦席風防は気流を滑らかにしており、吹雪の中でも雪が張り付かず、飛行中に、 横の窓を開けても風の巻き込みが少ないなど、空力的に優れた設計になっていた。エンジンカウルは、空気抵抗の減少を図って突起符の小直径型が用いられたが、大きな効果が得られないため、後に平滑なエンジンカウルが主流になっている。満州国に輸出された1号機は、国光号と命名され、早速、満州航空に納入されて運航された。 民間旅客機として、日本航空輸送のほか、後ろ身である大日本航空でも用いられた。陸軍も97式輸送機として、正式採用し、陸軍主力輸送機として、陸軍落下産部隊の降下訓練などに用いられた。海軍は、中島式総発輸送機の名で少数を用いた。中島は AT、AT-2 を33機。 97式輸送機を318機製造したが、ダグラス DC-3 の国産化を始めたために97式輸送機の量産は立川飛行機に引き継がれた。立川では1940年までに288機を製造した。小型ながらも旅客輸送に活躍した AT-2.97 式輸送機であったが、後に搭載能力や最高速度に勝る。 陸軍直期主力輸送機である三菱重工業の百式輸送機及びその民間用である MC-20 が登場し、軍民共に第一線の座を譲ることになるが終戦時まで使用された。ありがとうございます。